はい、こんにちは。それを言いに行きましょう。新規言語は令和でした。というわけで、前回といっても結構間が空いてしまったんですけれども、未来人が予言した新言語的な、動画を上げさせていただいたんですけども、見事に該当はなしでしたね。で、稼ぎもしなかったんじゃないかな。はい。まあ、実際ね、前回、まあね、まあ、上げた動画はあるんですけど、その後にね、あれ結構ざっくりバージョンだったんで、もっといっぱいいろいろ調べて、もう各未来人、まあ、こと細かに、この言語は誰が予言したみたいのをまとめた、まとめバージョンを作りますとか言ってたんですけど、いろいろあって間に合わなかったんで、まあ、このざまということですね。まあ、結局間に合ったところで、多分、っていうかないと思うんですよね。私が知る限り、未来人の予言の中にこの言語は存在しなかったと思います。はい。てか、あれなんですよね。なんか同じ字は被らないみたいな話、まあ、多分ここ頭の話かな。頭の話、特に今は、あの頭文字を使うことがあるんでね。例えば昭和だったら S ね、まあ、今書きますか。まあ、昭和なら S とか、平成なら H とか、まあ、こういうのがあるから、まあ、基本はここまでかな。まあ、明治まあ、ないかな。あ、でも待って、明治じゃない、大正か。大正生まれの人とかね。まあ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 、なくはないのか。またぎまくってる人がいるかもしれない。難しいな。まあその辺は触らないでおきましょう。まあとりあえず、まあ大体昭和からにしましょう。で、平成で、で、まあ新しく令和と。まあ令和は R ですかね、これね。まあ L ではないか。SHR という感じになってきましたね。なんか、結構なんかレカードゲームのレアリティみたいな感じになってますけども。全然そんなことは関係ないんですが。というわけで、まあ、頭は被らないとは言われてるんですけど、まあ、和に関しては被ってますよね。で、今回はですね、とりあえず、まずこの令和というものに関してちょっと触れつつ、あとは、前回の動画に、ちょっとした軽くコメントの返信というか、まあちょっとね、今日いただいたコメントがあるんで、ちょっとお返ししようかなと。まあそれは裏でね、あのコメントの方は、まあ一人ずつに返そうとは思うんですけど、まあ軽く、動画内でも、取り扱いさせていただこうかなと思います。で、令和とはこちらですね、ウィキペディアさんが、出てますけども、はい。日本で使用、令和書いてますね。R ですね、R、令和って書いてますね。はい。日本で使用される予定の言語と。まあ、この辺はまあ、置いといて、置いとかなくてもいいかな。まあ、一応200大化からですね、大化の改新から始まった言語の中で248番目となっていると。まあ、基本的には皇族というか皇室の天皇のね、まあ、即位退位で、まあ、受け継がれてきた文化というか、まあ、そういったものですよね。はい。そして、どこからの引用かというと、実はなんか万葉集がね、関わってると。万葉集の漢の語、梅の花の、歌32首の序文、梅花梅花の歌32首、合わせて序。そう読むのかな。ああ、どっか行っちゃった。根拠としていると。ああ、なんか変なとこ行っちゃったな。ということらしいですよ。はい。で、大体漢籍っていうもので、漢書で漢文で書かれた書籍からの引用だったらしいんですが、今回は、日本の古典から選定された初のものらしいですよ。なんか適当な言葉の組み合わせなんかなと思ってたら、実はちゃんとした引用とかそういう意味合いがあったんですね。まあ、あとはなんかそういうなんか込めたニュアンス、例えば平成とかだったらやっぱ平和とかそういう、ね、まあ、昭和、平成、まあだからね、まあいいですよね、これね、日本がこの平和っていうものをこう常にね、掲げている感があるのは、私は結構だから令和っていう言葉はいいんじゃないかなと。最初一瞬見たときは、あまりにも予想外というか、私がまあ、いろいろね、いろんなもの見てたから、あれって思ったんだけど、
まあでもすごい多分馴染んでくるんだなとは思います。うん。でこれみんな結構なんか勘違いしてるっぽい人がいるんですけど、今日からじゃないですからね、これね、4月から令和になる、令和元年がスタートするんじゃなくて5月からですからね、令和元年はね。そこはねお間違いなきようというところですよね。はい。でですね、一応私が前上げた動画のコメントがこちらですね、今日いただいたやつ、ホープさんさん、外れたからもうほとんどの人は未来人死んでなくなりそう。まあでもね、これは一概には言えないんですよね。っていうか多分当たらないんですよ、予言って。っていうか当たっちゃダメなんじゃないっていうのが私の本音ですね。うん。いや基本的にはやっぱ公になった時点で基本的にダメなんですよ。やっぱもうその時点でなんかもう別の未来がというか、なんて言うんだ、そのタイムパラドックスではないけど、そう、もうそれが明るめになった時点でもう変わってしまってるんですよ。だから本来は未来人の予言のやつもあったかもしれませんけども、まあね、いろんなね未来関連のお話もありますし、今私がやってるスクールガードストライカーズとかでもあるんですけど、結局ね、いろいろと、分岐していくわけですよね、世界線が。だから令和じゃない世界線もあったかもしれませんけど、まあ、なんとも言えないですよね、その辺はね。残念ですけど令和だよ桜庭さん、はい、萌野さんでいいかな。まあ当たらないでしょうと私は実は思ってはいましたけどね。でも当たったら当たったらすげえなっていうのは思ってたんで。ヘタレムソさん、アン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 、うるせえよアンパンマンか、令和だったね、オツ。そうですね、アンがめちゃめちゃありましたからね、アンがね、アンシーとかアンキューとかね、ほんといろいろとありましたよね。まあ、実際アンが入るんじゃねえかっていうね、このアンの文字が入るのは結構言われてはいましたよね。実際どっかのね、新聞社でしたっけ、どっかがもうアン級やろって言って見切り発車でね、カレンダーみたいなのも作ってましたよね、なんかね。ダメでしたけどね、令和でしたね、作り直してくださいまああれかな、上からシールかなんか貼る感じになるのかな、アン級だったところの上からペタって令和シールを貼るみたいな、そんな感じかもしれないね。まあまあまあ、FL シリーズさん、2095、 Google 2x2 さん、なんて不思議な名前の人でしょう。あとも、あれですね、アイコンが下げ、新元号は令和のようですが、原田氏が予言した暗示とは一体何だったのでしょうか、説明してください。原田氏というのはあれですね、2058年から来た未来人さんでしたっけね、確かね。まあだからこれも暗示だったという可能性はあったと思うし、多分あったんですよ。ただ暗示というものが多分認識されてしまった時点で、もう暗視である未来はなくなったというか、この世界線では暗視ではなくなったみたいな感じなんじゃないですかね。なんとも言えないですけどね。誰が変身してる、確かにと。あとね、あ、そうかね、結構他の方も予想されてたよね。でも令和を予想してた人はいなかったでしょう。令和はね、ピンとこなかったですね。ああ、そう、私がね、その桜が入るやつが気になるって言ってたんですけど、桜も関係なかったですね。で、黒田勘兵衛さん、すいません、YouTube で見たかどうかも怪しいのですが、次の言語は、〇〇か〇〇だと予言していた方の情報を知りませんか。おー、まあ、YouTuber の方も何個か上げてたみたいですけどね。まあこの辺にもちょこちょこ関連動画に出てますけどね。はい。〇〇のうちの1文字はかという文字が入っていた。私その YouTube の人とかは知らないですけど、確か未来人の中ではね、変身、あ、ご自分、あれですね。
自分でこじめじゃなかった。ホープさんさんがしますね。隠す多いから違うと思う。確かにめたいですけど、多分それもあります。桜さんもうんと言ってますね。確かね、どこだったかな、私もね、普通にいろいろ調べたりはしてたんですけど、ああ今ここに、そうね、自分で出してたけど、貨幣とか、なんだっけな、顔でしたっけ。私もね、どっかで見たことあるんですよ、これ。うん、なんかね、王がね、これか、こういうのが、っていうか、分かったもんね、これは多分ね、欠かせらんないかな。うん、まあいろいろとね、めたいことを言うと、やっぱりね、老若男女が使うんで、言語というものを記入するもの、ちょっとね、難しい漢字っていうのは、多分、使われづらいんだろうなっていうのはありますよね。うん。だから、案とかは本当に、だからね、案もね、死も、ね、まあこういうのも、なんかこの辺なんかすごいなんか的確感はありましたよね。あと、案球とかもね。うん。まあ本当ね、すごいなんか濃厚感はあったんですけどね。うん。あったんですが、まあ違ったと。まあまあ。まあこうなりましたね。まあでも、まだまだ違和感はちょっとありますけども、まあ慣れてくるんでしょうね。というわけでね、これからね、5月にあたる令和元年になりますけども、皆さんね、令和になっても、末永くよろしくお願いいたしますというところですかね。いやー、まあ実際、なんだろうな、なかなか思うことはあります、私も。まあ、未来人の話がね、まあ実際、結構やっぱ面白いですからね、なんていうかもう、そういうやっぱ予言めいたものとか、まあ、占い師は正直私、まあ基本うさんくさいというか、まあ、後付けが言えちゃう世界だと思っているので、あんまりなんですけど、いやー、未来人の話はね、思うとこありますよ、いろいろと。まあ実際に私はなくはないと思ってますしね。実際、まあそのタイムマシーン的な、まあ技術的な話、そういうのも、やっぱ非現実的ではもうないんですよね。ちなみにだってやっぱり今我々がこうやって今使っているもの、スマートフォンだったりとかパソコンだったりとかっていうのは、もうね、何十年か前とか、何十年じゃ足りないけど、例えば100年前とかだったら夢物語だったわけですよ。でもそれが現実になってることはいっぱいあるんですよね。もうあんなこといいな、できたらいいなが、やっぱりね、形になっていくのがこの世界だと思うんですよね。だから、まあ、未来に行くとか、その時空を超越するという技術、ね、まあ、パラレルワールドとか、まあ、行くとか、まあね、別の世界線にとかね、そういうのも不可能な話ではないんでしょうからね。だから未来人という存在は、まあ、いないことはない。ただ、いるんだけども、やっぱり何らかの影響力を過去に及ぼそうとすると、まあなんか違うことが、またその干渉してしまったことによって、まあ、未来が変わるみたいな話とか、まあ、別の世界線に移行するみたいな、いう感じもあるんじゃないかななんて思ってみたり、思わなかったりもしますよ。いや、なかなかね、とても興味深い話なんですけど、やはり真実はね、自分が当事者にならない限りちょっとわからないところなんですけども。いやー、でも気になりますよね。あとタイムシーンだけじゃなくても、何らかの突発的な原因で時空を超越してしまうとか、まああとなんかそういう時空の歪みみたいなものがあって、そこに吸い込まれて別の時空に飛ぶみたいないうのもありますけどね。まあ、それはちょっとね、なんともピンとこないけど、でもなんかそういう、なんか特殊な場所はありそうな気もしますけどね。霊域みたいな感じなんですかね。まあ、あとは地底の話とかもあるけどって言って、そういうオカルティックな話を広げていくとちょっとキリがなくなるんで、今回この辺にしときますか。とりあえず新元号は令和でしたよというわけで、皆さんね、令和だというのを、まだね、ずっとしばらく平成は抜けなそうですけど、まあ令和に馴染んでいきましょう。でも実際なんかいいなって思います。なんかスタイリッシュというか、これからね、日本もいろいろありますからね。はい、
じゃあそんな感じで今回はこの辺で終了ということで、はい、ちょっとね、まあ言語に関して、まあ、言語の話はこれで終わりかな。ちょっと本当はね、未来人関連の話もうちょっと掘り下げたかったんですけどね、まあそれはまた別でやりますかね。まあそういう話大好きなんで、また今度なんか思いついたらというか思い立ったら動画にしたいと思います。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。